建物がものすごい勢いで燃えています。現場には火の粉が舞っています。昨日午後11時15分ごろ、旭川市上井町富沢の廃業したホテルビューサイドホテル時屋邸から火が出て建物を全焼し、12時間以上経った現在も消火活動が続いています。この火事によるけが人はいませんでした。付近の住民によりますと、ホテルは10年ほど前に廃業し、地元で心霊スポットとして知られていました。警察などで火の出た原因を調べています。